2023年シーズン成績61勝15敗4タイトル獲得、世界ランクはイタリア人選手史上最高順位4位でフィニッシュ。シナーの急成長ぶりには多くのテニスファンが驚いていると思いますが、シナーのプレーで最も進化した部分は弱点であったサーブであると言われています。彼はこれまでに幾度もスタンスやフォームを変え試行錯誤を繰り返してきましたが、今回はこちらの記事を参考にしまして、シナーのサーブフォームの変化について迫っていこうと思っています。まず早速シナーのサーブどこが変わったのか比較してみましょう。はい、フォームがかなり変わっていることがわかると思います。シナーが変更した部分は大きく分けて、スタンスとトロフィーポーズまでの準備動作の2つと言われています。まず1つ目、スタンス。今シーズンの前半までシナーは基本的にクローズドなプラットフォームスタンスを採用していました。クローズドなプラットフォームスタンスはフェデラーとロディックを代表格として、シンプルなテイクバック少ないためステップしないポイントっていうのが彼らには共通していまして、ラケットが進化してサーブのスピードが上昇した結果、より洗練されて無駄が省かれ必要最小限の動作でサーブが打たれることが増えてきた過程で人気が徐々に上がっていった背景を持っています。このスタンスを使うメリットは、スタンスが広く重心が低いため再現性が高いことです。状態が安定するのでトスも上げやすいですし、重心の移動が少ないため一つ一つの動作に安定感が出てきます。何より腰が回しやすくなるので、右利きの方はアドサイドのワイド、左利きの方はデュースサイドのワイドへ回転系のサーブを打つことがとても楽になります。しかしシナーはこのクローズドなプラットフォームスタンスから、今は足を前にステップインさせるクローズドなピンポイントスタンスへ変更しています。今のシナーのクローズドなピンポイントスタンスはどちらかというとパワー系のビッグサーバーが好むスタンスで、サービスエース歴代獲得数ナンバーワンのイズナーやその後継者であるオペルカ、シェルトンなどが採用していまして、プラットフォームスタンスと比べるとよりオールドスクールなフォームです。このスタンスのメリットは言うまでもなく重心の移動のしやすさです。一度貯めてからそのエネルギーを前へ放出するため、ジャンプしながらより高い打点で打つことが可能になります。なのでシナーのサーブにももちろんパワーのバフがつきました。シナーがプラットフォームを採用していた時と比べ、ピンポイントスタンスになってからはサーブの平均速度が1マイル約 1.6 キロ上昇しており、何より面白いのがそれに伴ってちゃんと打点も上になっていることです。シナーのファーストサーブの打点は 2.85 メートルからスタンスを変えたことで 2.88 メートルまで上昇しており、これは間違いなくポジティブなデータです。スタンスを変えたことでシナーのサーブはよりパワフルになったと言えると思います。サーブのスタンスについては多くの人が悩みを抱えていると思いますが、プラットフォームとピンポイント自分で打って確かめていくのがやはり一番最善だと思います。まさにシナーがそれを体現していると思いますが、プロですらこうやって試行錯誤を繰り返した上でスタンスを決めていっているので、はい、君はこのフォームねという感じでいいサーブが打てるようになるわけではありません。きっかけやヒントなどを他人からもらう、もしくは他人に与えることとかはもちろんできますが、テニスほどやはり自分で考えて力が試されるスポーツというのはないかもしれません。そしてシナーのサーブのフォームで変わった部分2つ目、トロフィーポーズまでの準備。シナーはラケットを下から引いて構えるタイプですが、以前とは軌道が違うことがこうやってみるとよくわかると思います。手首の位置に注目するとトロフィーポーズになるまでの準備がコンパクトになっていると思います。これによりトスに遅れることなくスイングができるようになり、力のロスも最低限に抑えることができます。今回参考にした記事ではシナーのサーブを次のように評価しています。彼はアドコートのアウトサイドへのサーブが特にうまい、だからファイナルズのノバクとの対戦では大事な場面で何度もポイントを奪っていた。彼は高さもあるしシンプルさも持っている。彼は足を離したり戻したりを繰り返してきた。でも今は正しいリズムを掴んでいるし、このサービスモーションにこだわるべきだ。加えてシナーはサーブに大きな自信をつけたみたいでして、クラッチな展開におけるスタッツも軒並み上昇しています。
主な比較はこちらの図にある通りで、相手にブレイクポイントを握られた時、シナーのファーストサーブのスピードは平均時と比べて3マイル速くなり、約5キロ上昇、打点も 2.89 メートルへ高くなり、ブレイクポイントを乗り切る確率は 75% と果敢にサービスを叩き込んでいることがよくわかります。せっかくブレイクポイントを握ってもシナーからはそれを 25% の確率、4回に1回しかブレイクできないという計算になるので、これはシナーの試合の勝率にも直結するような大きな伸びしろだと思います。サービスゲームのキープ率も大台である 90% 直前の 89% まで成長しています。ここまで話してきた通り、大きな武器を手に入れたシナーは来年のグランドスラムで初優勝する可能性が最も高い選手として期待が寄せられていますが、皆さんは彼が来年優勝できると思いますか？自分は以前にも話しましたが、彼のフィジカルが2週間の激戦を乗り切るレベルへ到達したら可能だと思っています。フィジカルといっても彼の場合は体の細さとかではなく、シナーの場合は虚弱体質で、今シーズンの北京でも試合中に嘔吐してしまうなど未だ心配な部分であることは変わりありません。しかしポジティブな部分もあり、シナーのチームには優れたドクターがいます。その人の名前はリッカルド・チェカレリという人物で、もともとは F1 で活躍していた過去を持ち、アイルトン・セナ、マックス・フェルスタッペ、シャルル・ルクレールといった大物ドライバーたちと仕事をしてきました。チェカレリはメンタルの分析にも優れ、シナーの感情の起伏を独自の方法でモニターしサポートしてくれているそうです。シナーのチーム曰く、チェカレリがもたらす影響は絶大で、彼のプログラムを使い始めてからわずか2ヶ月後にシナーは初めてトップ10入りを果たしたと言われています。果たしてシナーはライバルのアルカラスに続いて来シーズングランドスラム優勝を成し遂げることができるのか、これからも絶対に目が離せません。というわけで今回は以上にしようと思います。クローズドのピンポイントスタンス採用し、コンパクトな動作をするシナーのサーブっていうのは個人的にはだんだんベルディヒに似てきた感じもします。あと打点が上がった影響かもしれませんが、クイック気味に打つ感じっていうのも増して、ルードの感触にも近づいているのかなというふうに思います。最終戦に関してはシナーは一緒にコートへ手をつないで入場してきたマスコットキッズについて笑顔で話していたり、好感が持てるシーンが本当にたくさんあったと思います。自分は本当にね、もっと好きになりました。あとは記者からスターになったら街を出歩けないかもしれませんが、その点については大丈夫ですかっていうふうに聞かれた時に、スターになったらもちろん自分は赤髪だから目立つかもしれないね、だけど帽子をかぶれば大丈夫だと思う、僕は普通に暮らしたいっていうふうに答えていて、この謙虚な感じっていうのが自分すごい好感が持てました。はい、ではこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録やいいね、 X やショート動画のチェックもぜひよろしくお願いします。最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。